こんんにちは金ちはゃんと申します今回はドルオン相場とコスピーを分析して韓国の将来を占ったら衝撃の結果にといった内容で情報発信をしていきたいと思います。 まず初めにですね、ドルオン相場の方ですね、入っていくんですけどもドルオン相場につきましてはですね、2019年の9月18日にもですね、一応、今日あたりのね、展開を予想していたということでその、ね、あたりをですす。ね、触れていいきたいと思います9月、ね、18日の時にどういったね、まあ、動きになるかというふうに、ね、予想したかと言いますと実はですね、こういったチャートパターンを、ね、作ってくるのかなと、ね、イメージをしておりました。 そして9月18日からですね、2週間ちょっと経ってどうだったかと言いますと、まこうなったんですよね。ま9月ね18日に予想していたねポイントよりも、まこのね部分だけちょっとね届かなかったのかなというね状況であります。まこのね届かなかったこのね事実を持って相場を見ていきますと、まズバリねこういうことになります。 まあ兆候としてはですね上の動きが弱い兆候としてね、えー、捉えることができるのかなとね思うところであります。ただね、えー、このチャートの見方についてはあねトレンドのねトレンドラインをですねまあ、あのー、チャートのねローソク足の実態で捉えたねトレンドラインになりますので例えばですね、えー、ひげ上ひげ下ひげでね、えー、捉えたまあ、あのトレンドラインを引いていきますとまあ、こういう形になりますので。 この形でね、えー、見ていくと、まあ、あ一応、ね、まだあ弱い兆候ではないんですけどもおその場合はですね、押、えー、しが深くなる、ねえー、可能性があるのかなと見ております。 とりあえず、ですね、ヒ、え、ゲ、ー、のトレンドラインではなくて、ローソク足の実態のね、この太いね、えー、トライアングルで見ていきますと、今ね、ね、えー、現在、このチャートを引きで見た限りでは、ですね、この水色のポイントですね、この水色のポイントで、下げ止まることが予想されます。まあ、サポートプラス、ね、チャートパターンの視点で見た限りは100、1187.500からですね、1194.000あたりで下げ止まる可能性が高いのかなとね、えー、見ております。 とりあえず、ですね、このサポートとチャートパターンの視点の、ね、部分のシナリオで捉えていきますと、まあ、この辺りから、ね、反発をする、ね、シナリオが考えられます。あとね、もう1つね、現状況で考えられる、ね、シナリオとしてはですね、この上着したヒゲがトレンドラインとして、ね、意識されている場合については、まあ、この辺りまで、ね、調整してくるのかなという、ね、イメージを持っております。 もう一つですね、この届かなかった原因ですよね。この部分について、ちょっとね、考察を入れていきますと、確かね、韓国が、このね、ヒゲのどっちかで、あの、まあ、外貨準備高のね、発表したんですよね。それで増えてるっていう発表したので、それを受けた可能性もあるのかなってね、見てるんですよね。なので、この下げですね、この下げがですね、例えば、まああの赤枠の下げがですね、完成の下落だった場合、つまり、えっ、ー、と、まあ、 あのまあ介入によるね下落だった場合もしくはですね韓国のことを。 まああんまり知らないトレーダーですよね。えー、どういうことかと言いますと、韓国というのはですね、えー、まあ国の公式発表でも平気で嘘をつく国ということをね、本当知らないトレーダー結構ね世界中にはたくさんいると思うんですよね。えー、例えばこの外貨準備高というのがですね、本当はめちゃくちゃ怪しいというね事実を全く知らないで、えー、まあその発表のみをね鵜呑みにしてショートを仕掛けているトレーダーですね。えー、そのショートのみのね、ショートのみの下げだった場合についてはこのね下げ、えー というのはあの次はね買い戻しが入ってくることが予想されますので一気にね戻してくることが予想されますまあ、こんな感じですよね。 あとですねもう1つ考えられるのがですねこの理由以外で下げてきている場合もね考えられるんですよね、つまりどういうことかといいますと、まあ、相場がね単純に弱い場合ですねこのトレンドラインに届かなかったというのは単純にこの、ね、恣意的な理由ではなくて相場が弱い、その場合はですね、まあ、おそらくですねこのところまで下落してくる可能性が、ね、高いのかなとイメージをしております。 とりあえずねドルォンについてはここで切って続いてですねコスピの方に入っていきたいと思います。 まあコスピにつきましてはですね2019年の10月2日にアップした動画でまあタイトルがですねーコスピ2050割でウォン安が加速1150までウォン暴落継続かそれまでにキャピタルフライとしたら韓国無事死亡というねアップした動画があったんですがこれにですねまあこの動画の1分9秒あたりでまあ一応ねーコスピについてはまあ2000から2020ポイントあたりまで下落しそうというね予想をしておりました。 ま、結果的にはですね2020.69ポイントまで落ちたということで、まあほぼね。えっと予想については適中したのかなとね。思っております。ただですね予想外だったのがまあ金曜日ですね。あんまり戻してこなかったんですよね。えー、まあ2020というのはですね。実はま2050というね。まあ,あの節目のポイントをですね。週足の終わりで,で。 割るという意味があったんですよねで、えー、2050あっさり割ってきたんでちょっと意外だったなって、ね、思ってるんですよねところがですねちょっと気になる点がね、えー、1個ありまして、まあ、それはですね、えー、この部分ですよね、えー、なんと、まあ、今文句ついてるんですが出来高が、ね、ないんですよね、えー、通常これブレイクしてるんですけどもブレイクする時というのは出来高が、ねえー、増えていくんですよね、えー、ただこの、ねえー、部分ですねこの揉み合いをブレイクしてるんですが、えー、出来高がね、まあ、ゼロっていうか、まあ、ないんですよ。 でえーまあ、これね、えー、理由がわからないんで、単なるね、バグかもしれないんですけども、一応ね、えー、日経平均とか、あのーまあね、あのアメリカのね、えー、ニューヨーク市場とか、あのドイツのね、えー、ダックスとかを見たんですけど、一応、出来高があったんですよ。で、あのどうやらね、えー、コスピだけが出来高がないので、これちょっと怪しいですよね、あのもしかしたら、罠の可能性もあるし、単なるね、バグなのかね、ちょっとね、判断がつかないところではあります。 まあ怪しい怪しいでですね話が止まってはまあ先に進めませんのでこのね怪しい部分をね無視して次のポイントに行きますとまあ次の焦点としてはですねえとまあこのね下げがどこまで続くのかというところなんですがおそらくですけどもこのチャートの,ね感じねあの形的に見る限りはですねおそらくですけども2010ポイントぐらいまで落ちてくるのかなとねイメージをしております。次ののポイントをつけた後戻戻りりがががあると思うんですがその戻りがですすそね、えー どの辺りになるかと言いますとおそらくですけども、まあこ,のね、これ私の独自の、ね、ルールで算出した戻りの値なんですけども、まあ、この、ね、戻り3つの項があるんですが、まあ、大体です、ね、このチャートについては1850から1900ポイントぐらいまで落ちると、ね、イメージすると大体戻りはです、ね、この辺りぐらいに収まってくるのかなという、ね、イメージを持っております。 えー、コスプレについてはです、ねえー、ここで終わりまして続いてですね、韓国の、ね、将来について予想していきたいと思います。ちょっとね、今まであの頭を使うことをやってきましたのでちょっとね、えー、息抜きの、ね、クイズを出していきたいと思います。これ結構有名なんですが皆さんはですね、えー、溺れている人を他人に助けさせるときにです、ねえー、かける言葉をご存知でしょうか。 このね、かける言葉、国別であるんですけども、非常にですね、言えて妙と言いますか、特徴を捉えておりますので、紹介していきたいと思います。まずですね、分かりやすい一例としましては、まあ、アメリカ人ですよね。まあ、アメリカ人にまあ、溺れている人をね助けさせるためにはですね、あなたは英雄になれますよとね、えー、声をかけると、まあ、アメリカ人はね、の多くは飛び込むそうなんですよね。えー、なんとなくイメージが湧いたでしょうか。じゃ続いてですね、行、えー、きたいと思います。 でではですね、えー、イギリス人にあの助けさせるためにはですね、えー、どのような言葉をかければあいいと思いますか、まあ、これもね、結構簡単だと思うんですけどもでではね、ね。ね、きますす、ねえー、これです、ねえー、あの溺れている人を助けるとあなたはね、紳、え、士、ー、になりますよとね、えー、声をかけると多くのね、イギリス人は海に飛び込んでですね、えー、溺れている人を助けるそうです。 まあここまではね、えー、簡単ですよね、えー、続いていきたいと思いますではね、えー、ドイツ人ではどうでしょうかちょっと難しいと思うんですが考えてみてください、まあ、ドイツ人のね、えー、特徴を捉えていけばなんとなくですね答えが出るのかなと思いますちょっと日本人に近いのかなというところもあるんですがではね、えー、答えを出していきたいと思います、まあ、ドイツ人にはですね、えー、あの溺れている人を助けることは マニュアルに書いてありますよとね、ドイツ人に言いますと、まドイツ人はですね、助けに行くそうです。ではね、もう少しね、難しくしていきます。ではですね、中国人ならあねどうすればいいでしょうか。これもね、中国人の特徴をね、捉えているのかなと思います。結構私はね、これだけは答えられなかったですね。 まあ中国人についてはですね、えー、まあ,あ一つの特徴といたしましては、まあ,あ料理がねうま、えー、いですよね。まあこれちょっと大きなヒント出しすぎたんですが、えー、答えはね出していきたいと思います。えー、中国人につきましたですね。えー、まああの海には美味しい魚が泳いでますよとね、えー、言うと、まあ中国人はね海には飛び込むそうです。まあ助けに行くかどうかわからないんですが、とりあえずね海には飛び込んでいくということであります。 それでですね、一気にレベルを落としまして、日本人ではどうでしょうか。ヒントとしましてはですね、フランス人のお声掛けと反対になります。もう分かったでしょうか。それではですね、答えを出していきたいと思います。日本人についてはですね、あの溺れている人を助けることはみんなやってますよってね、声をかけると多くの日本人は飛び込むそうです。 最後です、ね、本命かもしれないんですが韓国人にです、ね、溺れている人を、ね、助けさせるためにはどういったお声かけをすればよいでしょうか。一応です、ね、い意地悪問題ではなくて韓国人の、ね、多くは泳げないから助けていかないというね、意地悪問題ではなくてきちんとした、ねえーまあ、動かし方心の動かし方があります。 それではではすす。ね、答えを出していいいきたいと思います、まあ、韓国人についてはですね「えー、あの溺れてる人を助けることは日本人もやってますよ」とね、えー、声をかけると、まあ、飛び込むということであります。えー、ということでですね頭の体操が終わったところで次に行きたいと思います。 韓国の将来を占うということで、韓国についてですね、端的に話していきたいと思います。まあ、韓国ねについては端的に言いますと、まあ、奴隷の歴史なんですよね。奴隷のね年の歴史が長かったせいで、全てはですね、他人任せ、悪いことは他人のせいというね根性が染みついている状況であります。あとですね、小中華思想と言って、えー、まあずっとね奴隷だったくせにですね、なぜかプライドだけはね高くて、先民思想を、ね、持っているというね特徴があります。 またですね、韓国にとって都合の悪い話はですね、えー、まあ耳が、ね、聞こえなくなってしまうという、ね、特徴があります、まあ。誰も聞かないということで、メディアもですね、韓国にとって都合の悪い話は、ね、流してしまうと、まあ、視聴率が、ね、悪いということで、えー、まあこれも、ね、都合のいい話だけは、ね、流すという特徴があります。ただですね、韓国にとって都合のいい話というのは、ね、あまりないということで、メディアもです、ね、平気で嘘をつくという特徴があります。 がねご存知の通りかと思いますあとですね、えー、続いて韓国にとって、えー、事実はねどうでもいいというね特徴があります、えー、道徳が大事ということなんですが特にですね、えー、日本が悪いというね根拠がつく話については飛びついてきますね、えー、最近の例としましてはまあ、放射の汚染地図熱像の話がありました、えー、これはですね、えー、日本のデータね日本のねサイトみんなのデータサイトというね地図を使って 引用してです、ねあのー、韓国の与党がです、ね、日本は放射能に汚染されているという、ね、デマを流したんですけどもこれがです、ねえー、見事な捏造地図だったんですよね。でまあ、この捏造してもです、ね、韓国にとっては、まあ、事実はどうでもいいんですよね要は日本さえ、ね、悪いって、ねえー、言えれば、えー、韓国の国民については、ね、胸が、ね、スーッとするというのは、ねえー、特徴としてあります。 要はね、何かあった他人のせいで妙に、ね、プライドが高くて、えー、都合のいい、ね、話しか、ね、聞こえなくて、えー、嘘そばかりつくという、ね、国なんですがこんな国、ね、普通は発展しないんですよ。なんで発展したかというとですね、まあ、簡単に言うとですね、日米が支えてきたからであります。えー、ただですね、えー、韓国の悪運 まあ、尽きたのかなというね。兆候が出ていますえー、それはですね。まず米国ですね、えー、ジャーナリストのですね。科学公営さんによりますと。とまあ、トランプ大統領がですね。まあ、ムー氏に引導を出す。最後の決断を下したそうですねえー。韓国の外交と経済のはね、パニックに陥るだろうとね。予言しているそうです。あとですね。北朝鮮についてはですね。在韓米軍が存在する場合でも。 機種、えー、的先制攻撃に、ね、成功した場合についてはです、ね、ソウルを陥落させることができる、ねえー、能力を保有しつつあるという状況であります。その、ね、状況にあるにもかかわらず、韓国については、ですね一生懸命ね北朝鮮との国境上にいに、ね、付設している地雷原を、ね撤去えー、除去しているという状況であります。ムン大統領は農天気にです、ね、この地帯を平和の地帯にすると、ね、宣言しているそうなんですが、あーまあね、このムン大統領がですね、えー、この地雷原を撤去したことによって、おそらくですね、えー、近い将来、北朝鮮がですね、 えまあ赤化調節をしてくるのかなとねイメージをするわけであります。まあ、最後結論ですね。えー、ま経済もやばいけど傷からも点点点ということであります。えー、以上で動画の方終わりたいと思います。えー、皆さんこの動画を見ていただいてどうねお感じになったでしょうか。よろしかったらね、えー、コメントいただけると嬉しいです。またですねよかったらいいねボタンもしくはねチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。